ってことで皆さん、パッチノート 13.15、パルワールズパッチですね。見ていきましょう。まず1個目。エイトロックス。9のダメージが減少。まあ、この前増やされた分よりは増えました。13.13 よりは増えてますね。AD レート最終ランクで 10% ダウンです。まあ、結構ダメージは下がってるけど、まあ、強いっす。はい。ミニオンのクリア速度は上がったまんまだし、強い。ケイトリン。クリティカル積んだ時の反映率が増えてますよと。まずパッシブのクリティカル率の係数 1.2 から 1.3。はい。で、R のクリティカルレートもアップと。まあそんな大きいバフではないと思いますね。なんでかっていうと、クリティカルを積まないと全然恩恵が得られないからです。で、正直ファーストリコールでもね、絶対クリティカルって買わないんで、アジリティクロークね、絶対買わないから、まあ、このバフの恩恵受けるのは結構後だなっていうことを見越すと、まあ、勝率 1% も上がんないぐらいなんじゃないかなって思います。ただ今結構ね、ケイトリン熱いビルドがあってね、コレクターからああいう意味直行するビルド、まあ、エースを全然積まないね、魂の収穫を持つビルドがあるんですけど、そのビルドはね、すごい恩恵得られそう。カミール、レベルアップごとの攻撃力が 3.5 から 3.8、 これ結構嬉しくて、まあベース AD が増えるってことは、トリニティフォースだとかからもらえる AD も増えるし、あと死因のダメージが単純に増えるんだよね。まあ、トリフォー行くにしても、ディバイン行くにしても、このベース AD 伸びるってのは嬉しいです。で、俺マジなの、カミールはね、トリフォーの方が強いと思います。統計的に見ても、勝率 3% ぐらい開きあるし、今回よりトリフォーとの相性が良くなったので、やってみ、トリフォー。で、R、これでかいね。まあ、R で捕まえた敵に対してね、オタラックに追加ダメージが入るんですけど、まあ、あれ体力を得られるダメージもね、あったと思うんだけど、まあ、それとは別で、基本追加魔法ダメージ、5から15だったのが、20から40、なんと、15アップと、ランク1で。で、ランク2で20アップ。で、これ、オートラック一発ごとにこのダメージが乗ってくるわけだから、ダメージの増え幅やばいよねって話。で、まずもって、まあ、E で突っ込むじゃん。E 突っ込む、スタンさせる、ウルト、オート、Q、オート。もうこの時点で、もう45ダメージ増えてて、で、その後、オート、Q すればさ、もう大体100ダメージぐらい、まあ、よりダメージ増えるじゃん。6レベル段階の。超強くね。って思います。まあカミールね、まあ一部は凄まじくきついタイミングはいるんだけど、ギャンク合わせも得意 でスケールすれば結構いろんなチャンピオンに1対1勝てるチャンピオンなので、いいと思います。カミール強いと思います。これ非常に。グエン、リジェネアップ 0.5、 まあこれ5秒に1回なので、これかけ12、 0.5 をかける12ですとした数値が、まあ、1分間で回復量増えますよと。まあこれは分かんないと思うんで、どうでもいいですね。で、W 使ってる時のアーマーで MR の上昇率、17-25だったのが、全ランク帯で5アップ。これでかい。まあ、数値的にはちっちゃく見えるけど、序盤の5アーマー、5MR ってのは結構でかいです。まあいいんじゃないでしょうか。まあ序盤耐えやすくなっていいと思います。勝率はそんなに上がんないと思う。まあ W ってそんな常時使えるようなスキルじゃないからね。勝率は 0.5% アップ。いや、0.8% アップぐらいとしましょう。アイバーン。まあ、ちょっとね、ナイターベスターを積むビルドが強すぎると、ちょっと AP に寄せすぎなんじゃないかってことで、ちょっとエンチャンターに寄せるような調整。まあ、ただのナーフなんですけどね。まず魔法防御、32。レベル1ごとに 2.05 だったのが、30。ベースが下がった上に、レベルアップごとの上昇値も下がる。まあ、若干明治相手、辛くなったかなと、いったところかな。まあ、ちょっと立ち回りが繊細になる。で、W。これはバフ。味方の通常攻撃時ダメージ、これ2倍になります。いいんじゃないですかね。まあ、味方の AD ベース AD5 を伸ばせるようなもんなんで、いいと思います。まあよりうまく使ってくれって感じだね。で、 E のシールド耐久値、ベースは増えてるんだけれども、20ぐらい、5から25まで増えてるんだけれども、 AP レートが 25% 大きく削られました。だから AP を100以上積むともうナーフだと。まあ AP なんてね、どのビルとしても100超えるんで。まあ、ただこれはやっぱりさっき言ってた、ナイトアベスターからメジャー行くみたいな超 AP たくさん積むビルドにとってのナーフであって、ベース値は増えてるから、まあ、ムーンストーン持てば前とほぼ変わんないです。マジのフルビルドの時にやっと差が出てくるって感じです。シールド値で言うと。だからエンチャンターとしての性能は削られてないんだよね。で、R の、デイジーの持続時間60秒から45秒。まあ、T バースとかと一緒らしいね。結構帰るのが早くなっちゃいました。まあ、集団戦はさ、45秒以内に終わるじゃん、普通ね。ただ、その、
終わった後にドラゴンとかあのタワー取るために使えてたってところがやっぱ強かったから、まあ妥当なナーフかなと思います。ただ集団戦はね、正直45秒内で終わると思うんだよ絶対に。まあ、そこは問題ないと思う。集団戦の強さは問題ないけど、終わった後のドラゴン獲得とかオブジェクト取るのがちょっと大変かもねってぐらい。で、アマテマールは、ランクごとに20、50、100だったのが、チャンピオンレベル6から18でスケールするようになりましたよと。体力もランクごとのあれじゃなくて、レベルごとになった。で、まあこれ全部まとめると耐久力が約 5% 低下してる。柔らかくなってると。とにかくデイジーはね。まあ、でもね、スマイトのナーフ、まあ、この後あるんですけど、スマイトでペットの音のダメージ与えられなくなってるので、まあ、そこ考えるとトントンかなって思います。で、デイジーの通常攻撃ダメージ、70、130。で、AP レート、30% だったのが 15%。まあ、ここも AP たくさん積んでもそんなダメージ出ないよっていう感じ。はい、っていう感じなんだけど、まあ、強いでしょ。全然強いと思います。普通にムーンストーンビルドすれば。ただ、AP ガン積みするビルドの、ダメージだったり、てかダメージ結構下がってるね。で、シールド値も下がってるから、まあ、ムーンストーンでやったらいいんじゃないかって気がします。ただ、ナイトハーベスターはね、ステータスと相性がいいから、なんかまだ強そうな気もするけどね。って感じ。まあ、ちょっと統計見てみた方がいいかもね。はい、次、カイサー。基本体力30ダウン。これなかなか痛いね。カイサーって、例えばケイトリンとかアシュと違って、一方的に話そうするってことが、まあ難しいチャンピオンなんだよね。レンジが短いから。だから必ず敵と体力と体力のトレードをしなきゃいけない。だからこの体力減らされるってのは痛いよね。しかも今結構タンクサポートメタみたいなところあるでしょ。まあタンクサポートがよく出てくると。まあエンゲージサポートとも言えるよね。だからこの体力減らされるとオールインされた時に即死する可能性が結構高まっちゃうよね。だからここだけで勝率 1% はダウンするだろうと思います。まあどのビルドするにしてもね。で、こっからは AP ビルド向けのナーフなんだけど、まず Q の AP レート、ダウンです。これ進化するともっと下がる。で、W の進化後のクールダウン短縮、77% から 75%。で、これは命中時のクールダウンが 8.7% 伸びた計算になるらしいです。まあ、これでどうだろう ?AP ビルドはね、まあ、相当なナーフなんだよね。Q のダメージはめちゃくちゃ下がってるから。ただ、例えばね、カイサ先にピックしたけど、後から相手のピック見てみたら、めっちゃレンジ長くて、近寄れないと。カイサでその殴るようなレンジにちょっと入りづらいって思うんだったら、AP ビルドはまだありだと思います。AP ビルドの本数って W のポークだからね。だからポークビルドに寄せなきゃいけないっていうことだったら AP ビルドはありだと思う。ただ今みたいに、いや、とりあえず AP に行っときゃ、DPS も出るし、ポークもできるし、万能だよねって感じではなくなる。まあ、デフォルトは普通に AD。普通にオートラックできるんだったら、まあ、クラスレナボリみたいなビルドをして、ポークしなきゃいけないな、殴りに行けないなって思ったら、AP ビルド。まあ、オートラックをできる回数で考えたらいいと思うね。まあ、OK。まあ、ジャングル向けのナーフですね。9、モンスターへの追加ダメージが、全ランク帯で20ダウン。痛いですね。まあ、ほとんどのタンク、ジャングラーってね、バミシンダーだけ挟むの。ジャングル回るのが遅いからって理由で。でも、魔王界って結構バミシンダーいらないんだよね。なんでかっていうと Q のダメージが格段に高いからなんだけど、他のタンクチャンピオンと比べて回るのがめっちゃ早いんだよね。だこれによってもしかしたらやっぱりそのバミ挟まなきゃいけないみたいな感じになるかもしれないし、いやまずもってバミ買う買わない前にジャングルの周回速度すげえ落ちると思うので、まあ、勝率も 1.5% ぐらいは落ちるのかな。まあ普通のレーン魔王界サポート魔王界トップ魔王界については別にナーフされてないので、まあまあちょうどいい感じになるんじゃないかなって思うけどね。ジャングル魔王界もそんな弱いっていう感じにはならないと思うけど、どうでしょうか。はい、次波バフです。まずパッシブ、まあ、味方にスキル当てるとですね、まあ、足を速くさせるっていうスキルなんだけど、増加移動速度90だったのが100になりました。これ嬉しい。これね、実数の MS アップだから、ある意味その靴の効果も上がるんだよね。靴って MS を割合で増やすあれアイテムだから、だからこのベースの MS を増やされると100以上増えるんだよね、 MS は実際。で、 AP レートも増えてると、まあ、なんていうかサポート界のなんていうかシビアみたいな感じになれるかもしれないね。味方の足めっちゃ速くしてエンゲージとかあとピールもできるみたいな、まあ、そっちの方針に寄せるのかもしれません。ちなみにこのパッシブ、波の R を味方に当てると確か効果2倍になったと思うんだよね。2倍じゃなかったかもしれないけど、すごい面白そう。
味方なしでめちゃくちゃ速くしてエンゲージするもしくは逃げるってことができるかもね。面白そう、いいと思います。 MS ってめっちゃ大事だからね。何もかも大事だから MS ってのは。で Q のダメージ全ランク帯で15アップ、まあいいんじゃないでしょうか。まあ正直当たんないスキルなんてね、 Q ほぼ当たらないスキルなので勝率にはあまりかかってこないと思うんですけど、うん、まあトータルで勝率 1% アップするかしないかぐらいだと思うね。ただ多分今波ってね結構いい立ち位置なんじゃないかなって思うんだけど、どうなんだろう、そんな勝率低いのかな。はい、次レル、まずパッシブ、すべてのスキルと通常攻撃が最初にダメージを適用してからパッシブスキルの効果を適用するように。まあこれどういうことかっていうと、まあレルのこのパッシブって敵のアーマーと MR を吸い取るっていう効果なんだけど、前はね吸い取った後にダメージ与えてたんだよね。だからもう一発目からもうね、その相手のアーマーと MR が下がった状態でダメージを与えれてたと。いいとオータラックがこの仕様だったらしいんだけど、いやそれはおかしいだろってことで、ダメージを与えてからアーマーと MR が減るようになりましたっていうことだね。だからダメージがほんの少し減ります、与えるダメージが。だから絶対体感できるレベルじゃないと思うので、まあ大丈夫でしょう。で Q フラッシュがしやすくなりました。あと W、 まあなんかその使いやすくなったらしいです。なんか挙動が良くなった、モーションが良くなったように感じるらしいです。はい、強いですね。何にも直されてないので強いです、レール。はい、終わり。はい、セジュ W、まあ、2回叩きつけるスキルだけど、それぞれのダメージが10ダメージずつ下がりました。だから2発当てると20ダメージ下がるんですね。まあ、若干ジャングルクリアの速度遅くなるかなってぐらいだね。まあ、でも勝率は結構下がるんじゃないかな。1.5% ぐらいは下がりそうな気がします。特にね、レーンセジュアニの方が多分きついなって思ってて、もうひたすらこれでハラスするだけのチャンピオンなので、セジュアニって。まあ、そこそこ勝率は下がると思うんですけど、まあ遠距離から安全なエンゲージができて、で味方に命令チャンピオンがいるととんでもない量のスタンをばらまけるっていう個性は残ってるので、まあ、全然いいと思います。構成見て出しましょう。はい、次シバーナ、レベルアップごとの攻撃力、レベルごとに 3.4 から3ダウンと。まあこれまあ特に AD シバーナにとっては痛いかな。オートラックめっちゃするからね。基本ジャングラーってやっぱりそのベース AD に下げられると勝率が想像が下がったりするんだけど、ここだけでそうだな 1% 下がるぐらいなんじゃないかなと思います。でベース AD が下がるので、まあ、逆にそのトリフォとの相性が少し悪くなる、まあ、つても積むと思うけどね。もしかしたらストライドブレーカーの方が強いよねって感じになるかもしれない。でレベルアップごとの体力もダウン、ちょっと柔らかくなりますよと。まあトータルで勝率 1.3% ダウンぐらい、まあまだ強そう。タリア Q のダメージが増加、Q のダメージが全ランクで5アップ。で、このスキルね、ちょっとちゃんと覚えてないんだけど、連続で当てるとダメージが下がったはずなんだよね。5個ね。で、2発目以降のダメージが 60% 減少。はいはいはい。まあ、ウェーブクリア早くなったんじゃないかなって思うので、でかつすげえ連打するスキルで敵にまだ当たるから、まあいいんじゃないでしょうか。正直 1% アップくらいはしそう。で E のクールダウンが2秒ダウン、あーこれ強いですね。 E と W って基本ねセットで使うスキルなので、クールダウンがある程度並んだってのは結構嬉しいかもね。あとウェーブクリアにすごい使うスキルだからいいって、これないとウェーブクリアできないので足りあって、まあ、ちょっと嬉しいんじゃないでしょうか。でモンスターに対するダメージ補正もアップと。ジャングルタリアいけんのかな、いけるかな。まあ使いたい人は使ったらいいんじゃないでしょうかって感じだね。ヤスオシールド耐久値ね、パッシブの。前はね、チャンピオンレベルをして、ちょっと段階的に増えていくような感じだったんですけど、すごい滑らかに伸びていくようになりました。まあ、とかね、まあ、シールド量がね、実質増えると思ってくれたらいいです。レベル9ぐらいで、シールドは100ぐらい増えます。そう、試合中盤にね、もらえるシールド量がすげえ増えるんだよね。だから、集団戦の時とかは結構やりやすいかも。まあ、そって移動すると、このパッシブのシールドのスタック溜まっていくし、あと、ウルトを使ったらね、もう一回シールド貼られるんだよね、強制的に。このマックスになるから、ゲージが。まあ、結構防げるダメージとしては増えるんじゃないでしょうか。まあ、ここに書いてあるけど、まあ、初手イモシ持つってのができなくなっちゃったから、でイモシをなかなか買えなくなっちゃったから、耐久度が減っちゃってて、まあ、そこをこのシールドでカバーしてくれってことだね。いいバフだと思います。勝率 1% 増えるかな？あんまり変わんなそうな気もする。はい、次。ヨネ、
まあ一緒ですね、イモシーション手に持てなくなってちょっと耐久力がってことで W のシールド耐久値45、65だったのが60から80、15アップと。なるほど。で増加コインギルケレートもアップ。なるほど。結構嫌だね。結構良さそうだね。 1% アップぐらいかな勝率。でもそんな変わんなそうな気もする。 1% か 1% 未満そんぐらい。はい、次スマイト、アルティメットスキルの召喚ユニット。まあペットに対してそのスマイト打って即死させるっていうのがそのゲーム的に良くないんじゃないかってことで、その辺が全部、調整されます。これだね、スマイトのダメージ。ペットに対してはもう激減です。600から20ダメージです。はい、めっちゃ下がる。その代わりね、あの全体的にペットはね柔らかくなってる。そのスマイト以外のダメージからはその結構弱くなってるって感じだね。ティバーズもそうだね。でハイマーのウルトもそうです。でここヨリックちょっとね、ヨリックだけちょっと毛色が違うので見ていこうと思うんだけど、まず、霧の乙女の体力が毎秒 2.5 回復するように。でこれパッと見ね、しょぼって思う人が多いと思うんだけど、これねどのチャンピオンにもリジェネ多いです。マジで。てかダントツで高いですリジェネ。でこの前ね、シバーナの動画でリジェネが9って言ったんだよね。シバーナのリジェネって9でめっちゃ高いの。でもあれってチャンピオンのリジェネってあれ5秒なのね。5秒で9回復するってことなの。で、あれをね、普通にその、この表記に戻す、毎秒に戻すんだったら、シバーナのリジェネって 1.8 なのね。でも、ほら、乙女見て。シバーナ 1.8 よ。こいつ 2.5 あるからね。めっちゃ高いです、リジェネ。リジェネチャンピオン表記にするなら 12.5 です。すごく高い。だ結構いいです、これ。結構いい。嬉しい。で、アーマーテーマルがつきました。で、その代わり、体力は減りました。っていう感じなんだけど、まあこれね、序盤は硬くなってるんだよ。最序盤は硬くなってます、若干ね。で、中盤、これ何が嬉しいかっていうと、あの、まあ、トゥルーには弱くなったんだよね。トゥルーダメージは弱くなってます。あの、チョガスとか、ヌルのあれとか、スキルとか。でも、あの、体力割合のダメージにすごく強くなったんだよね。これって、アーマーがついたことによって。体力割合のダメージってさ、まあ、物理だったり魔法だったりあるんだけど、もう全部素通りしたわけね。だから最大体力の 10% のダメージを与えるっていうスキル、乙女に10回打ったら死ぬわけ。そう、ルインドキングブレードの現在体力割合ってやつも、もう全て素通りするわけね。乙女に対して。で、体力割合のダメージってさ、体力積んでも意味ないじゃん。当たり前なんだけど。でも、ここでアーマーテーマルが追加されることによって、そういう割合ダメージで、あの本当に即死しちゃうっていうことが少なくなった。プラスアルファね、もう一個これ、おまけなんだけど、ライフスティールも素通りだったのね。ライフスティールって、実際与えたダメージの割合で回復するんだけど、さっき言った通り乙女の甘い丸ってゼロだったから、だからその殴ったら殴っただけめちゃくちゃ回復したのね。でイレリアとかはやばかったの。乙女殴られてるだけでとんでもないけど回復していくみたいな感じだったんだけど、そういうのもなくなったから嬉しいよね。だからトータルの硬さで言うと正直ね、前より少し柔らかくなってるぐらいなんだけど、一部のあの激烈カウンターだった要素から受けるダメージは減ってるから、まあバフでしょうねっていう感じ。リジェネもついてるしね。まあ 0.5% ダウン？ダウンじゃねえわ。アップするかなぐらいだと思います。もしかしたらもっと強いかもね。はい、次。グレーシャル。スロー値がね、10% ダウン。その代わり AD レートと AP レートが増えました。またな、グレーシャル持つようなチャンピオンは AD も AP もそんなに積まないので、まあナーフだよねって感じです。痛いね。スロー値 10% ダウン。MS で言うと、やっぱその35ぐらいは。30とか40ぐらいは MS、今までより、そのスローが軽くなっちゃうから、嫌だよね。まあでも全然強いルーンだと思うので。で、ここでね、あの、タンクサポートでグレーシャルなのか、負傷なのかっていう使い分けを話しておこうと思うんだけど、まあ味方にね、自分以外のフロントがいるんだったら、あの、グレーシャルでいいと思う。あ、これ今サポートの話してるんだけどね。ただ、その集団戦、フロントがね、もう自分しかいない。つまり自分からエンゲージしなきゃいけないとなったら、それはね、あの、硬さ確保するために、アフターショックの方がいい。っていう感じだね。まあでも、まだ持つと思います、グレーシャル。はい。ということで、今回のね、注目チャンピオン、話していきたいと思います。髪色は強そうだね。無難に。あと、ケイトリンはやっぱそのコレクター IE のビルド、あと、魂の収穫持つビルド、めっちゃ面白そうなので、皆さんぜひやってみてください。まあ、あともちろんヨリックかな。一応注目しておきますか。はい。といったところで、今回のパッチの音はこの辺で終わっとこうと思います。それでまた次のパッチの音解説で。
バイバーイ。